メイです。セリです。アリアです。リナです。ピンク。マテ。D。B。始まるよ。イエーイ。はい、今日はメンバーのことどれだけ知ってるかゲーム。イエーイ。はい、ルールはですね、例えばユナちゃんに関してのクイズが出たとしましょう。遅刻した人何分まで待てるって問題が出たら、ユナちゃんは自分自身のことについて書きます。例えば答えが1時間とかだったら、私たちはユナちゃんが何分まで待てるのかを予想してこの紙に書いて、でユナちゃんと同じだったら正解です。で、間違ってた人は罰ゲームがあります。はい、この3人の中にね、1人でも間違えたら連帯責任になっちゃうので、当たったらすごい、確かに幸せだよ、ね、はい、それではやっていきましょう。せーの、どうぞ。アリアに質問です。今日は頑張ったかな、ご褒美にお菓子を買おう。その金額は、みんなはアリアがご褒美としていくらのお菓子か考えてね。じゃあセリから。はい、セリは500円です。おー、メイは1500円です。おー、リナは3000円です。正解は1500円です。すごい、500円は1つ。アレちゃんケーキは食べる気がするの。シュークリームも食べそう。え、なんかだってグミ1つ500円の。グミ大好きなんだよね。ハリボーも好きだよね。3000円はちょっと高いかも。確かにね。そうだそうだ。だって食べ物じゃないんだもん。そう。スイーツとお菓子だ。スイーツとお菓子だけだから。確かに。間に1500円かな。そうですね。さすがメイちゃん。すごいメイちゃん。でも絶対責任だ。3。ごめんなさい。ごめんね、こんな3000円。本当にごめん。じゃあ罰ゲームは何でしょうか。罰ゲーム。じゃあ君が5回で。了解。はい。じゃあ行きまーす。1、2、3、4、5。セリちゃんと最初質問から合ってたのはすごい。分かってる。次、ユナに質問です。テーマパークで乗りたかった乗り物が大行列、何分なら待てる？今は何分待つでしょう。ユナって絶叫系好きだった？大好きだよね。好きだよね。大好き。セリさんから。はい、いきます。セリは2時間です。おお。メインは100分です。1時間40分かな。はい、おお、そうだね。おお、なぜ。次は2時間です。おお、正解は10分です。あの聞いてください。私絶叫系大好きなんですよ。大好きなのはあれなんですけど、一番のなんか自分の短所っていうのがせっかちなんですよね、すごい。だから本当にもうのそのそしてると、あ、もういい、オッケー、次みたいになっちゃうタイプなんですね。10分はないよ。まあ、めちゃくちゃ乗りたかったら、友達とかと交代とかで、なんていうの、待ってたりとかしてやるんだけど、一人とかで2時間とか。でも夢の国でも10分はないよ。夢の国はファストパスっていう夢のチケットみたいなのがあるじゃないですか。うちの家族みんなせっかちなんで、あ、もう次、あ、次、タイプなんで、本当に、ごめんなさい、一人だったらこれかな、2回。まさかの10分、何してほしい？罰ゲーム。あ、そっか。じゃあ、カメラに向かって3秒間キス顔でお願いします。じゃあ、3人のキス顔まで、3、2、1。2、3、ありがとうございます。ちょっと長め。ありがとうございます。次はセリさんかな。はい、ミキちゃんの質問です。今日の入り時間早いな、何時でしょう。セリが今日の入り時間早いって思う時間なんですよ。セリちゃんって大阪だよね。大阪や。はい、大阪だと考える。では、メイちゃん。はい、メイは朝の9時だと思いました。アリアちゃんはタリアも朝の9時。ユナも朝の9時。おぉ、ということで、セイちゃん、どうぞ。正解は8時です。おぉ、
間に合わないよ。間に合わない。間に合わない。え、確かに。新幹線も。だから6時出発で新幹線2時間半かかって30分で原宿として9時。あれだね、セリはピンクラで TV って考えてなかったのかもしれない。ああ確かに。大阪のね、仕事だった時は8時でもピンクラで TV じゃなかったんですか。いや、わかんない。セリのそう、あっちかと。そういうことだね。新幹線のこと考えてなかった。あー、そっか。それだったら8時、まあね、確かに行けるもんですよ、全然。ということで3人揃ったけど、全員間違えました。ということで、スイちゃん罰ゲームをどうぞ。じゃあ、一人ずつ変顔して笑った人が負けっていう。あー、OKOK。にらめっこみたいな。OK です。じゃあ行きますよ。にらめっこしましょう。笑うと負けよ。あっぷっぷ。みみーちゃん何よ。ちょっとさ、見たらちょっとやめろ。やめて。はい、って感じで、ちょっとじゃあ次、めいちゃんの質問行きましょう。はい、昨日はたくさん勉強したなー、何時間でしょう。え、めいちゃんって結構勉強する派な気がする。いや、アニメ見てる時間の方が長そうだな。は2時間です。あやちゃんは3時間です。ゆなも3時間です。正解は4時間です。しっかり勉強するタイムだ。結構さまにね。たまに。ちゃんとやってますよ。ごめんなさい。ごめんなさい。30分でよく頑張ったと思う。私も。じゃあとりあえずまずさ、机に向かった時点で、私今回優等生だわって。イメージしただけで、そう。あ、今日終わった。うっ、もう頑張った。今日の動画いいんだよ。とりあえず課題やってるだけでちょっと偉いって感じで。3人間違えたのか。ということで、罰ゲームいきましょう。じゃあ、すんごい萌え声で、視聴者さんに大好きって。じゃあ一番いきます。みなさん大好きだよ。かわいい。この時点でかわいい。みんな大好きだよ。かわいい。かわいいね。みんな大好きだよ。かわいい。大好きだよ。はい、ありがとうございました。はい、ということで以上でした。誰も当たらなかったね。難しい。またこれできたらいいね。みんな罰ゲームやってましたけれど、もっとお互いのことをね、たくさん知れていけたらなと思います。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。